こんにちは、田代力です。2月の頭から始まって4月いっぱいでタイの4部リーグ前期の日程が終了しました。で、後期の試合も1試合消化してしまったんですけど、今日はタイの4部リーグ前期戦っていろいろ思ったこととかリーグの仕組みだとかっていうのを少し話していこうかなと思います。タイのリーグの構成なんですけど、1部、2部、3部、4部ってあって、でその下がアマチュアのリーグになります。で上から T1、T2、T3、T4 という感じであって、僕が所属しているのは T4、4部リーグになります。 T1、T2 が一つのリーグで全国リーグ、 T3 が北と南で15チームずつですかね、15チームずつぐらいで2つのリーグで、 T4 が、まあ、地域リーグみたいな感じで6ブロックだったと思うんですけど、分かれて戦ってます。で僕が戦ってる T4 から T3 に昇格するには6個のブロックのうち各上位2位までのチームが昇格プレーオフに進んで、6チームずつで昇格争いをして、でおそらく2チームが T3 に上がれるのかな、多分そんな感じだと思います。僕もちょっとはっきり把握してるわけじゃないんですけど、で、まあ、どういう方式でプレーオフを戦うのかちょっとまだ分かってないんですけど、まあ、トーナメントなのか6チームでリーグ戦をするのか、まあ、どういう感じかは分かってなくて、 T4 のリーグ自体はもう7月あ違う違う違う8月の、もう半ばに、違う7月だったかな、7月の半ばには終わっちゃうのかな。とりあえずリーグめちゃくちゃ短いです。ちょっと待ってくださいね。やっぱり7月の14日が第4部リーグの最終節です。だから2月の頭から始まって7月の半ばにはもうリーグ自体は終わってしまいます。だからそこからプレーオフに進出しないと、うん、めちゃくちゃ短いですね。だからもうぜひともプレーオフには行きたいと思ってます。で、まあ、前期戦ってみて、まず僕が今所属している名城ユナイテッドっていうチームに来たのが開幕の1週間前で、チームとサインしたのが開幕の3日前とかだったんで、第1節第2節は登録の関係で出れなくて、で第3節、まあ、デビューさせてもらって、4節5節がスタメンで出て、で6節途中出場、7、8出場なしで、9節ちょっとだけ最後15分ぐらいですかね出場して、後期の一発目は出場なしという感じです。ちょっと、まあ、情けない結果にはなってしまってるんですけど、これが現状なんでちょっと受け止めるしかないかなとは思ってます。まあ、リーグのレベル自体はやっぱりそんなに高くないです。ただリーグのレベルが高くないから、じゃあ一人ポンって入って外国人の助っ人として全てを変えられるほど僕に力がないっていうところで、まあすごく悔しいですけど、難しさを感じてます。まあ、チームに違いを与えられると自分では思ってるんで、今後後期あと残り8試合残ってますけど、まあ、そこで最後昇格するために、まあ、チームのためにしっかり働けるように日々練習からしっかりやっていこうと思ってます。一番僕が苦戦してるところはやっぱりコミュニケーションの部分で、外人がまず僕一人なので基本的には英語も通じないと、日本語英語通じない中で、まあタイ語でのコミュニケーションが主になるんで、でその中で僕がタイ語をそこまでまだ喋れないので、やっぱりチームメイトとも、監督コーチともなかなかしっかりコミュニケーションを取れてない部分が一番苦戦してるというか苦労してる部分ですね。まあ、そこをクリアできるように日々、まあ、言葉もそうですけど、それ以上に選手と言葉分からなくてもしっかりコミュニケーションを取って、その穴を埋めるというか信頼関係築けるようにトライはしてるんですけど、
もうそれは続けていくだけですね。続けてやっていきます。まあ、苦しい時になかなかうまくいかない時にいろいろ考えすぎてもがいてもがいてっていうのが一番僕はダメかなと思ってるんで、やることをしっかり一つずつこなして一日一日、まあ、やっていくと。練習でも自分のいい部分っていうのはしっかり見せているつもりなので、コーチと喋る中でもやっぱりそこは評価はしてくれてるんで、うん、なのでもう続けていくだけですね。まあ、チーム、まあ、後期一発目終了間際に同点ゴールを許して、でまあ引き分けてしまったんですけど、まあ、勝たなければいけない相手だったので、でこのあと残り8試合あって最後の3試合が上位のチームと固まってるので、まあ、それまでにしっかり多分勝ち点を積み上げたいっていうふうに、まあ、みんな思ってるんで、前節あまり良くなかった嫌な引き分け方をしたので、まあ、今週メンバーいじる可能性は十分にあるかなと僕は思ってます。なので、まあ、力いくぞと言われた時に何の迷いもないように使われてしっかり結果出せるようにやるべきことやって準備しときたいと思います。まあ、人それぞれいろんななんか恩師だったり尊敬する人だったりからもらった言葉というか、なんか心に残ってる言葉ってあると思うんですけど、僕の中でアルテ高崎っていうチームでプレーしてた時に1年目一緒だった僕の師匠みたいな人、浜岡さんっていう人がいて、今、ブラウブリッツ秋田のコーチをしてる人なんですけど、その人と別のチームになった時に電話で話した時があって、その時に言ってたのがもうだから今からもう6年7年前の話ですけど、今でももうすごく頭に残ってる言葉があって、まあその人が言ってたのは、力は多分一生懸命やってると、一生懸命やってる、それだけサッカーにかけてやってれば当然一生懸命やってるんだよ、だけど探せばいくらでもまだやってない部分とか足りない部分って見つかるんだよねっていうことを言ってて、それってすごい深いなと僕は思って、まあだもうそれからはこう常にまだ足りないまだ足りないというか、もう自分の中で、あ、これをやらなきゃって思ったことをやってやりながら、他に何かないかな、他にまだやれることないかなって、そうやって考える癖がついたのはその時の浜さんの言葉のおかげで、このチャンネルを見てくれてる人の中で、いや俺すげえ頑張ってんのにとか、私すごい頑張ってるのになんでうまくいかないんだろうとか、多分結構この言葉ってよく聞くと思うんですよね。いや俺頑張ってんのになとか、俺やってんのになとか、なんで選んでくんねんだよ、なんで使ってくんねんだよってすげえ思う、まあ思いたい気持ちも分かるんですけど、だけどその努力じゃ足りてないっていうことで、うん、だから僕自身も現状足りてないから使われてないと、まあそれをちゃんと受け止めて、まあ、グラウンドに立った時に常にいい状態でいいプレー見せれるようにやってますし、自分に何が足りないのか、今やってる努力に何をプラスできるのかっていうのを常に考えながらやってるんで、戦ってる舞台がタイの4部リーグっていうそんなに大した舞台じゃないんですけど、しっかりお金をもらってプレーしてるので、そこは誇りを持って、プロ意識を持って取り組んでいきたいと思います。このチャンネルを見てくれてる人でも、まあ、何か僕の発信する動画を見ていいヒントというかきっかけを得られることがあれば僕もすごく嬉しいので、まあ、今後もこういう話を少しでもしていけたらなと思います。僕なりに多少は経験はしてきてるので、日本で J リーグでプレーしたわけじゃないし代表にも入ったわけじゃないし大した実績はないですけど、僕なりに必死に自分のサッカー人生を歩んできてるので、まあ、何か少しずつでも僕の人生から何かヒントを与えられればすごく嬉しいので、これからも
見ていただけたらと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。